さんこんにちは、ももかチャンネルです。はい、今回は以前ね、パパチャンネルの方で動森、あつ森ですね、集まる動物の森の実況をね一回やったんですけど、その時ね意外と評判が良かったので、今回ちょっとメインチャンネルの方でやってみようということでね、ちょっとパート2的な感じでちょっと動森実況やっていきたいと思います。でね、あんまり進んでないんですけど、私ちょっとどうしても行きたいところが一つだけあって、タランチュラ島っていう、タランチュラが無限にねいっぱいうじゃうじゃいる離島がねあるらしいんですよ。しかも夜の7時から朝の4時、明け方4時くらいの時間帯にしかないらしいんですよ。しかも11月から4月の期間、4月の中でしか出ないらしいんですよ。まあもう4月か、もう4月ということでギリギリなんですけどね、やっていきたいと思います。でタランチュラね、結構あの雲なんですけど、タランチュラって結構ね1匹8000ベルとかでめっちゃ結構高く売れるんですよ。なのでちょっと今回ねタランチュラをゲットしに行きたいと思います。でちなみにタランチュラ島はマイル旅行券で行けるんですけど、でどれくらいの率でねタランチュラ島に行けるかはわからないんですけど、5、6回くらいで行けるという噂は聞いてます。でちなみに今回私ね9枚マイル旅行券貯めておいたので、今回そちらでねちょっとタランチュラ島に当たるまで頑張りたいと思います。でちなみにですね、ちょっとね夜なんで分かりづらいんですけど、このね、あ間違えた、見てください、今日のファッション、わかります、これ今日モッサン着てます。ちなみに今回私もなんかモッサンでございます。おそろコーデです。モッサンは私が作ったキャラクターなんですけど、ちょっとねモッサン T シャツ実際に作ってみました。でちなみにね頭はねプリン帽子ですね。はいはい、こんな感じでいきたいと思います。ではね早速もうドゥドゥエアラインに行きたいと思います。はい、来ました。はい、はい、今日はお出かけします。マイル旅行券を持ってます。マイル旅行券を使う、タランチュラ来い、タランチュラと一発で来い。はい、ちょっと待って、いいか、お願い、タランチュラと一発でタランチュラ来い、タランチュラ来い、来い、タランチュラと、タランチュラと、よし行ってきます。マギー、はい、到着しました。タランチュラどうだろう。さあタランチュラはいるのか、なんかタコがいるよ奥に。どういる、待って、タランチュラちなみに網を持ってると追いかけてくるので、最初はスコップを持っていきます。スコップだと全然ね何も攻撃してこないらしいので、ちょっといきます。いる？いるかな、タランチュラ。いなさそうだね。タランチュラとしかも結構広いんだよね。池もあんまないような気がしたし。いないね、一発目はちょっと。で、あのね、蝶とかも結構レアなのがあったり、すごい結構お高く売れるので、ちょっと蝶々とか魚も見ておきます。間違えた。ちょっと下手くそすぎる。蝶々は逃げないかいな。綺麗、めっちゃ可愛い、モルフォチョ。ポケットいっぱいだ、ちょっと置いていこう。マジ置いてくればよかった。とりあえずこの後一回出直せばいいから、まあこの回が終わった後はちょっともう一回出直せるんでね。魚もこれちょっと気になるな、でかそうだよね。なんかどうせスズキとかなんやろ。うちね竜のつぐいみたいなさ、なんだっけ、竜の角貝みたいな、なっかいの欲しいんだよね。そう、ママが2匹持ってるからさ。あーもうこの子すっごい逃げる。いいんじゃない、違う、ちっちゃい、あー間違えた、ちっちゃいやつな。ちょっと今日ダメですね、まあ、とりあえずいいでしょ1回ね。これで時間かけててもね、まだ9回もありますから、もう一回帰ります。でも一個でかいのいるからちょっとあれだけやろう。ちっこいの近い、あ、来た、スズキ。え、何これ濃い、どうしよう、ちょっと逃がします。じゃとりあえず一回帰ります。あ、ちょっと待って、あのこの人に声かけた方がいい。かわいたこや、
はじめまして、僕たこやで、ちょっとお邪魔してます。住民になってもらえそうだな。何回声かけると住民になってくれるんだよね、確か。あ、ほら、来た。うちの島来てみる。へぇ、電話かけてたのさ。お、来ましたね、住民と。はい、というわけで一旦帰ります。というわけで一発目はダメだったと。まあそんなね、現実は簡単にいきませんよ。ちょっと待って、よし、はい、帰ります。OK、 はい、行きます。はい、というわけでね、ちなみに今ちょ帰ってきたんですけど、持ち物がちょっとパンパンだったっていうので、ちょっとタヌキチ の ATM みたいなところで、タヌポートでポケットが増える、ポケットが広がる、大きくなるやつと、あとお気に入りングっていう道具がね、簡単に買えれるようなやつをね、買っておいたので多分ね、いいと思います。で、マイル旅行券2回目いきます。お願い、タランチュラ。でもうちちょっとね、ワンちゃんこういうのね、あんまね向いてないからね、タランチュラ出た時にギャーとか言っちゃうかもしれないんですけど、そのこんなところご了承くださいませ。よし、いきます。2回目、せめてね、全部券は使わないでいきたい。で、余裕を持ってね。さあ、どうだ。こうやって帰れるようになりましたね。で、ここでスコップにして、横がね、あ、横がなんだ。よし、すぐ雨に帰るね。はい、行きます。いる？なんかいなさそうな、広いね。桃だね、ここ飛ぼう。いないね。いないですね。魚とりあえずちょっと釣ってみよう。いっぱいいるからね。変な形してるね、ここの島。なんかさ、ここら辺の島の子たちってすごいスパシっこくない？一発ちっちゃ。何これ、ブグイじゃないか。あ、しまっちゃった。あんまりないね、魚も。とりあえずこの子を住民にして、エンジョイしてる。みぞれちゃんかわいい。かわいい、前歯出てますね。一旦帰ろう。もうチャッチャチャッチャ行きますからね。パッと捕まえてパッと降りますから。よし、どんどん行きますわよ。てかさ、着いたら着いたでなんか怖いな。よし、行きます。ブルルルッテッテー。さあ、どうでしょう。到着しました。なんかでも、なんか平らっぽくない？お願い、そろ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 。とりあえず、持っての何？いて、いてほしい。でかいね、この魚。でかいね。でかないこれ。走っちゃダメ、絶対。絶対逃がしちゃダメ。振動がわかんない。ちょっとちっちゃいけど。なんだ？誰？ブラックバス？いらんわ。拾っちゃうんかい。いないね、タランチュラは。あー、そう簡単にはいかないね、ほんと。ワンちゃんこれ9枚でもう無理かもよ。いないじゃん。ちょっとこの鼻の上に見たことないテントウムシいるんで捕まえます。あー、キモ。人面カメムシ、顔みたいってことか。怖い怖い。ちょっと一応ね、自分の島にはあんまいない子とかもね、捕まえておきたいのでね。うちはあちらだとくか。
結局ね、お気に入りリング使ってないっていうね。ないね、いない。撤収します。泳いでたじゃん。ねえ。お、なんか DIY レシピひらめいたらしいですね。もうとりあえずもうさっさと行きますから、もう。もう残り6枚だよ。ちょっと、まあでも3枚で行けたらいい方じゃない？もう4枚で行ければ十分すごいよ。レアなのかな、やっぱり。キャプテンロードリー、キャプテンロードリー、タランチュラ島へ行ってください。どうぞコピー。いやいやフライトお願いします。でもね、ちょっとキモいんだよ。謎にね、どうもりってね、すごいリアルだから虫が。よし。よし。どう？お願い！嘘でしょ？で、まずこっちを見て。さっきと同じ見た。後ろにね。嘘。そんな。タランチュラ島。タランチュラ島です、これ。もう言い聞かせます。あ、タランチュラ島だ。タランチュラいいんじゃん。あ、今言い聞かせてますから。タランチュラ島。よし、いますから、タランチュラさんいますからね。いるよ。いるよ、タランチュラ。ここはタランチュラ島です。ついにタランチュラ島に来れましたね。タランチュラ島に来てください。タランチュラ島、タランチュラ島。あ、これはタランチュラ島。タランチュラ島、タランチュラ島。お願い、タランチュラ、お願いします。そろそろ、あ、もういないよ、こんな感じ。お願い、トモ、いて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 、来たよ、ここ。あとタランチュラ島じゃなくて、またなんかいつかサメ島とかも出るらしいですね。タランチュラじゃなくてサメバージョン、サメがいっぱいっていうね。それ楽しみだよね、すごい。タランチュラ島。あ、タランチュラ島こっち。そうそう。ウシカモン、タランチュラ。これさっき来たところじゃん。あー、いなーい。皆さん、タランチュラ来いというのをこの私の指を触ってください。触ってください。タランチュラ出てと願ってください。この指を触ってありがとうございます。タランチュラ来い。皆様の指で押させていただきました。本当にありがとうございます。多分こちらでタランチュラが出ると思います。やらせなしでございます。出ると思います。ロードリー来い。皆さんのおかげでタランチュラに会えますよ。ここは初めての場所だね。あ、いた。一匹いた、一匹いた。あ、あ、ここじゃない、ここじゃない。2匹いた今、2匹いた、2匹いた今。引き歩いてたよね今。ほら、いっぱいが来たー。皆さんありがとうございます。本当に皆様の力で来ました。ちょっととりあえず、あの、一回穴を掘って、あの、囲いましょう。タランチュラは穴を越えれないので、ちゃんと一回ね、穴で身を守りましょう。こっからだと入ってきちゃうから。あ、違う、見ちゃう。いるよ、いっぱい。気持ち悪いわね。よし、こうやってここにもね、隙間も入っちゃうので、しっかり四角で。あの、いたよね。ほんとびっくりだよね。やらせじゃないですよ、ほんとに。皆さん、ちゃんと指で皆さんの力をもらったからです。ありがとうございます。これもタランチュラガッポガッポ捕まえますよ。で、一匹のタランチュラが怒ってる時は他の子たちは怒らないらしいんですよ。なので、一匹怒ってる間だったら取り放題ですね。よし、オッケー。じゃあこれでちょっと網持ってみますね。カモン、近く行かなきゃダメなのかな。こうして、こうして、
そしたら怒ってる痛いな。まあね、まあ下、まあ気絶して戻ってくるから無限なんだよ、こっちは不死身ですから。一回これ網をね、ちゃんとスコップに変えて行ったね。まあ、ザランジャは消えないんでね。でもう一回待って、入る練習しよう。真っすぐから、よし、真正面からこう、このね、真正面じゃなくてもむずいよね。こう真正面からこう、オッケー、いきます。はい、痛いなー、もう下手くそすぎて皆さんイラつきますね、ごめんなさい。ほんとイライラしてる方ほんとにすいません、大丈夫です、捕まえますので。どんどんね、こういうのはね、ちゃんとこういうふうに、あのあれですから、あのコツをつかんでいくっていうのが大事ですからね、はい、もう持ってていいかな、いや、いっか、持ってて、いや、ダメだ、心の準備大事だからね。よし、一旦行こう。もう次はちゃんと成功させますからね。ジャンプこそ、あ、こっから行けばいい。ここ、なんだ、こう、ぬみっていっちゃうんだよね、横にこうして、で、ここで怒りました、怒ったほら、斜めちゃう、怒られました、こう、なんか早いんだよな、遠くから回った方がいいのか、回ろう、オッケー、行きます、カモン、よし、怒られた、入ってるし、中に入ってるんだけど、タランチュラ、なんで入ってんの、痛い、なんで入ってんの、穴に、ねえ、入らないんだよね。何事？しかも何匹も怒ってたような気がするんだけど、ちょっと待って、一回なんで入ってんの、ちょっと話と違うんだけど、ちょっとりまえず穴に入ってる子、いないね、でこう怒られてこうなんで、なんちゅう、怒られてこう、なんかこの曲がり遅いよね、どうだろう、あっち側、もうむずいな。ちょっと待って、うち今思ったんですけど、こう来てここに穴掘って、でこっちも穴掘って、そしたらもうこれ入場口みたいな、なんじゃんで、こう行けばもう、頭いい、ちょっとさえ始めたかも。よし、これでいきますから 100%、 皆さんもこの方法を真似してみてください。こう来た、よし、来た嘘でしょ、よし、来たー、かぶるか食べた、やったー、一匹目ゲット、タランジュラ来ました。よし、この方法で行こう。待って、他の子どこ行った、待って、網一回やめて、ここどこ行った、よし、こちら、はい、海に落ちたよ、今、一匹タランジュラ、うわー、お前、ここいい、これいい、皆さんこれやってください、タランチュラの捕まえやすい方法、めちゃいい、いいぞ、てか一匹さ、今川に落ちたんだけど、はい、いっぱいいるし、うじゃうじゃ、気持ち悪い、ちょ、自動的にこっち来てくれないのかな、あ、出ちゃった、待って、出ちゃった、まあね、2匹持ってれば16万円ですよ。まあ、モッサン T シャツ強いですから、これね、もう今から一回も失敗はしませんからね。あー、気持ち悪い、いっぱいいるの、キモい、ほんとに、こいつを殺せば、よし、来た、うまっ、中に入ればもう勝ち組ですからね。よし、もう一回、もうこう、ここで出ちゃえばもう勝ち、こうして、怒った、あー、危なっ、おし、どんどん捕まえれる、やば、これ取れるだけ取っていこう。ちょっとね、今思ったんですけど、こっちだとちょっと見づらいので、ちょっと、うー、気持ちいい、右側に作りたいと思います。よし、で一回出て、で見やすくなったね、十分、ここに掘って、よし、これでこう入るね、こう
します。捕まえた。よし、ここで回ってやがる。よし、優秀で見せないで。いい感じ。よし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 、いいぞいいぞ。一回も出ちゃう、出ちゃう、出て、いった、もう、もういった、うやうや、つらい。よし、おお、いい感じ。うまいうまいぞ、コツつかんできて。もうこのまま出ちゃいます。もうここに1位近く。めっちゃ近く。雑草に隠れてんのがね、気持ち悪いんだよな、すごく。もう一個ここでいく。バレて、なんで中にいんの。もう行きます。待って、中にいるし、中に。よし、一回チェンジして。中になんでいんの。ちょっと今出てった、穴に落ちたのか。今何事。トルマ、すごい。バレた。取ったよね、今。はい、というわけで今ですね、ちょっとタランチュラポケットがパンパンになっちゃったので、一回他のものは全部一回なくして、ちょっと一回もう一回撮りたいと思います。はい、もう一回再びやっていきます。うわ、ここにいっぱいいるから、ちょっと一回ここでタンマね、行こう。あそこの雑草にいる、知ってる。私ほら知ってる、ほらいたな、ほらいた、ほらね、ほら君なんか倒してる。あらはね、突っ切ると飛んじゃうから。これをポケットに入れてるって考えるとほんと気持ち悪いよね。いける、ほら、いける。中に何でいたってば。だから今一人が怒ってるから、こっちは大丈夫だって。一人が怒ってる時は片方は反応しないから、こっちで誰かが怒ってたら中に入ってても大丈夫で、ここではあんまり押し込まない方がいい、飛んじゃうから。よし、どんどんいいぞ、このままパンパン。でもね、うち今この状態で X をしたら本当にね、ゾワッとね、気持ち悪くなってしまうから気をつけます。開かないよ、間違ってても。一応何もここなんて、君とこんな傷ついて大丈夫なの本当に。もう私はもうちょっとね、とりあえず行きます。あいつ、よし、よし、これ押したらさ、飛んでっちゃうから本当ね、難しいよね。ちょっと目線を、タイミング、うまいうまい、リズム感覚大事だね、これ。ほんとこの人とは絶対仲良くなりたくない。ポケットにタランチュラたくさん入れてる人とは仲良くなりたくない。あそこ2匹カップルみたいなのがいいんだよ。リア充撲滅しろ、マルライ。あっ、ちょ、いっし、彼氏かっこ、いっしー、だからブレーキ踏んだし今。よし、来た、いたし、なんでいたし、いっぱいいるし、ポンポンポンって。あんまりね、これでね、焦ってね、前に行きすぎるとね、ポンって飛んじゃうんで、勢いでね。来た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 。早い、来るな。よし。ポン！素手で持ってる時点でありえない。いた、出てきてんの！なんで来てんの！近い、こっちから、こっちから、こっちから、バカ！よし、うまい。ファインプレー。
よかった、さっきの2個作っててよかった。いいね、これいいよ、2個作ったらいいです。回ってこうやっていけるから、ハンカチ落とししてる気分ポイッと、はっ、よし、うまい、うまい、そのそのままポン、うまい、うまいです。どんどん上手くなってきました。ちょっとね、皆さんスッキリし始めたのではないでしょうか。スカッとですね、これは。いたし、なんていうの、バリアック、やっと帰ってこれた、久々感がすごい。残り1枚だから、うわー、いる、残り1枚なので8回でできたってことですね。でもめちゃめちゃいい感じですね。なんか最後の残り1枚でできるみたいなね、いい感じですね。はい、もうやってないのか、あ、やってないか。でもたぬき商店のボックスの方だと手数料取られちゃって、あの通常の値段よりちょっとね、お安くなっちゃうんですよ。明日売ります。もうこんなに頑張ったならね、こっちでちょっと安くね、引き取られるより、ちゃんとしたお値段で高くね、受け取ってもらわなきゃ、こちらはもうこちらでちょっとね、気が済みませんのでね、ちょっとちゃんと明日朝売りたいと思います。でね、1匹ね8000ベルなので、ちょっと実際今何匹取れたかでちょっと計算していくらになるか想定してみたいと思います。もうほんと私計算するのほんと嫌なんですけど、頑張ります。もうおすすめでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、21チュラでございます。というわけで計算168,000円、イエーイ、やばない、一気にたまったね。たまんちゅらといいわね。で、あのなんだっけ、マイル旅行券が1枚確か2000円だったんで、8枚でいけたから、16,000円だ、16,000円払ったら168,000円返ってきた。もう素晴らしい、お得。売りが来て株を買いました。でね、ちょっと高値で買い取ってくれる時にね、株を売りたいと思います。30株買っときました。300株買ってきました。106円だったね、うちが買った時は。いる、なんでいんの、ねえ、もう大丈夫なんだけど、もうタランチュラ、キュキ。はい、というわけでちょっと最後めっちゃいい感じのね、オチだったんですけど、ちょっとね、というわけで今回ね、私も虫嫌い、特にクモとかが本当に足多い系虫が嫌いな私ももかが、タランチュラ島に行ったらこうなる的な感じでしたね。はい、で今回私は8回でタランチュラ島行けたんですけど、でね、皆さんもね、何回でね行けるかは分かりませんがね、ぜひ何回かで、まあ、1回で行けた方もいればね、まあ、何回で行けたよって方はぜひコメント欄でお願いします。というわけでね、ちょっと長くなっちゃったんですけど、ぜひ皆さんのタランチュラ島のタランチュラ取りの参考になったら嬉しいです。なるっていうほどうまくもないし、ただ叫んでるだけだったんですけど、まあ、ぜひね、穴掘ってちょっとね、この穴の道を作るっていう、このこういう感じのはぜひね、ちょっと参考にしてほしいなって思いました。というわけで今日はね、ちょっとこの後優しい YouTube を見てから寝たいと思います。それでは皆さん、バイバーイ。あ、もう X ボタン押せない。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンもクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひぜひそちらもフォローよろしくお願いします。グッドボタン、コメント待ってます。それでは皆さん、バイバイ。